私は高峰彩菜、31歳。出版社でファッション雑誌の副編集長をしている。もともとは別の小さな出版社で働いていたが、ヘッドハントされて2ヶ月前に転職してきた。ブランド側から企画の OK 出ました。彩菜、今日もやる気満々だね。よ、未来の編集長。彼女は同僚のミュー。同い年ということで入社初日に意気投合した。やめてよ、ミュー。私が編集長なんてとてもとても。ミューをはじめとして同僚たちには恵まれている。比較的楽しい職場なのだが、私には一人だけどうにも苦手な人がいた。それが直属の上司となる編集長の鈴木さんだ。彩菜さんって本当に頑張り屋ね。私もうかうかしてられないってことかしら。いえいえ、鈴木さんにはまだまだ遠く及ばないので。ふふふ、謙遜もしすぎると嫌味に聞こえるわよ。ああ、あなたが嫌味を言ってるなんて思ってないから安心してね。あははは。鈴木編集長は物腰も柔らかく、上司受けはすごくいい。でも急に副編集長としてやってきた私をよくは思っていないようだった。ところで、さっき言っていた企画だけど、あれじゃダメね。そもそも企画自体がブランドよりモデルメインな気がするわ。え、でもブランド側からもモデル側からも OK もらっています。企画そのものを今から変更するのはちょっと。でもまだ確定ではなかったでしょ。うちの雑誌では企画の変更なんてよくあることよ。とにかく一からやり直して。鈴木さん、一回言ったら聞かないからな。わかりました。いつもこうだ。鈴木編集長は私が提案した企画にこうしてそれっぽい理由をつけてダメ出しをしてくる。最初は仕事に厳しい人だと思って受け入れていたが、さすがに何度もこんなことが続くうちにただの嫌がらせだということに気づき始めた。私に編集長の座を取られるとでも思っているのかな。私はただ楽しく仕事したいと思って転職してきただけで、そんなつもりはないのに。そんなある日、鈴木さんから会議室に呼び出された。え？社長の一人息子とお見合い？ええ、悪い話じゃないでしょ？社長直々にお話をいただいたから優秀なあなたを勧めておいたのよ。いきなりそんなこと言われても。あなたは彼氏いないって言ってたよね。それなら鈴木さんがお見合いすればいいと思いますけど。私はバツイチだし、年が離れすぎてるから無理よ。スバルさんはあなたの二つ年下だし、年齢的にもお似合いだわ。でも、私は結婚とか全く考えてないです。社長に約束してしまったのよ。私も自慢の部下をご紹介しますと言ってしまったし、会うだけ会ってくれない？ほんと、恋愛のことなんて全く考えてないんだけど。わかりました。じゃあ、社長に伝えておくわね。仕方ないので了承したが。あ、言い忘れてたけど、社長のご子息のスバルさんは訳あって引きこもっているの。え、そうなんですか？家族以外の人と全然会話ができないみたいなの。見た目も残念な感じなんだけど、社長から会社を継ぐのは無理でも、せめて結婚して自立してほしいって言われちゃってね。そんな。じゃあ、そういうことだから、よろしくね。はめられたってことね。こうして気が進まないまま迎えたお見合い当日。うわ、典型的なニートって感じの見た目ね。はじめまして、スバルです。今日はすいません。自分なんかとお見合いとか。いえ、こちらこそ。言い出したのはうちの上司のようですし、スバルさんこそここに来るのは嫌だったでしょ？申し訳ございません。嫌というか、その、自分は学生時代に人間関係がうまくいかなくて。でも、あなたに恥をかかせるわけには。私に恥を？だって、僕がドタキャンしたら、あなたが一人だけお店に来ることになるし、ちゃんと面と向かって説明をしないとって、すいません。人が苦手なのに、私に申し訳ないから来てくれたってこと？優しい人ですね。そんなこと、すみません。自己肯定感が低すぎるのが気になるけど、悪い人ではなさそうね。あの、無理にこの場に来ていただいたんでしょうけど、あとは断ってくれればそれでいいので。いえいえ、せっかくなのでもう少し話しませんか？え？あ、はい、僕なんかでよければ。私は試しにいろんな話題を振ってみた。スバルさんはおどおどしつつも一生懸命話をしてくれた。それに意外とどんな話題にもついてきた。スバルさんって話の引き出し多いんですね。僕アニメが好きでよく見てて、それで気になることとかすぐ調べてて、知らないことを知るのって楽しくて、だからかも。根っからのオタク気質ですね。知識に貪欲なところとか。すみません。謝らないでください。尊敬します。話していてとても楽しいです。そんな、気を使わないで大丈夫です。この人ポテンシャル高いのにもったいない。気を使ってなんかいないです。スバルさん、よければこれからもお会いしませんか？え？後日。え？残念御曹司と付き合ってるの？いやいや、何度かデートしたって言うだけよ。てか何その失礼な呼び方。だって社長の息子って社内でも有名なんだよ。引きこもってアニメばっか見てるダメニートってことで。
今までもいろんな社員がお見合いさせられたけど、みんな罰ゲームだったって言ってたのよ。まあ、転職して間もないアヤナは知らなかったんだろうけど。え？そんな有名だったなんて知らなかった。鈴木さんめ。社長の一人息子がそんなんだから、次期社長は優秀な社員が任命されるんじゃないかって言われてるの。もしかして鈴木さんも次期社長の座を狙ってるのかな？どういうこと？今回、社長に恩を売るために、アヤナを紹介して、残念御曹司とのお見合いをセッティングしたんだと思うよ。それに、鈴木さんって、アヤナのこと、邪魔だと思ってるでしょ？アヤナが断れば、適当にそれっぽい噂流して、アヤナの評判下げられそうじゃん？ミュウ、確かにその通りだわ。面倒なことを押し付けられたね。頑張って。でも、鈴木の思惑通りになるのも、なんか腹が立つわ。それから、私は、スバルさんと何度かデートをした。一緒にご飯を食べたり。私がスバルさんに似合うコーディネートを組んでみたり、スバルさんは恐縮しつつも楽しんでいるように見えた。そして今日はジムデートだ。頑張って、スバルくんならできる。はぁ、すごい。はい、お水。どうも。スバルくん、筋がいいよ。実は運動神経もいいんじゃない？どうしてアヤナさんは僕なんかのことを気にしてくれるんですか？何のこと？食事とか見た目とか、僕を改善しようとしてくれてるんですよね。スバルくんってめちゃくちゃ察しいいよね。頭いいから？そんなことは。でも、正解。なんていうか、もったいなくて。もったいない？私、仕事柄、たくさんのモデルさんを見てきたの。だから、男の人を見る目には自信があるのよ。スバルくんを見て、ビビッときたの。素材は素晴らしいものを持っているって。え、そんな、恐れ多いです。食事の時の所作も綺麗で、ファッションセンスだって悪くないわ。私の話も真剣に聞いてくれるし、楽しませようって自分の知識を使ってくれる。こんなにポテンシャル高い人が自信がないってだけで引きこもっているのはもったいない気がしたの。何より優しい人だなって。買いかぶりすぎです。僕なんて残念御曹司ってあだ名つけられてるみたいだし。そんなことないわよ。自信がないならつければいいわ。自信をつけるには成功体験が必要でしょ。私がどこまでも付き合うからさ、そのおめえ返上してみない？そんなこと言ってくれたのアヤナさんだけです。わかりました。ちょっと頑張ってみようって思います。それからも私たちはジム通いや食事デートを重ねていった。スバルさんが徐々に変わっていくのを見るのは楽しかったし、彼に笑顔が増えていくのは嬉しかった。そんなある日。ねえアヤナ、なんか残念御曹司とアヤナが付き合ってるって話、もうほぼ全社員知ってるレベルで広まってるよ。広めたのは鈴木さんかな。にしても噂が広がるのって早いね。で、付き合ってるの？お付き合いはしてないよ。ただ、まあ頻繁にご飯行ったりはしてる。面白くて。そうなんだ。ちょっと意外かも。でも、私は噂で言われているみたいに、アヤナがお金目的で御曹司たぶらかしているなんて思ってないけどね。やっぱ、そんなこと言われてるんだ。いい気分しないな。あら、アヤナさん。鈴木さん。ところで、私も聞いたわよ。あなたの噂。あはは、何のことだか。しらちらしい。気にすることないわ。ダメ御曹司を籠絡して社長に恩を売っている野心家とか言われているようだけど、私はあなたのこと信じてるからね。よく言うわ。ありがとうございます。でもまさか本当にお付き合いするなんてね。やっぱり社長の息子ってところがポイントかしら。お金や地位のためなら見た目には一切こだわらない人って本当にいるのね。は？そんなことないです。スバル君はいいところいっぱいあります。あらあらあら、私の前でしらじらしい演技しなくてもいいのよ。まあお幸せに。アヤナ、大丈夫？めっちゃ腹立つ。私のことはいいけど、彼のことまで見下して。それからも、私とスバルさんの噂は落ち着きつつも消えることはなく、鈴木には相変わらず仕事で振り回される日々を送った。半年後、今日は鈴木が提案したイケメン企画の撮影日だ。やっぱりイケメン企画は定期的にやらないとね。目の保養になるわ。ですね。ちょっと、すごいイケメンがいるじゃない。何者？本当ですね。スタイルも抜群じゃない。どこで見つけたのよ、あんな掘り出し物。お疲れ様です。ねえ、あなたどこのモデルさんなの？あ、僕はモデルなんかじゃないです。今日はどうしてもって言われてお手伝いに。え、素人さんなの？すごく絵になってたわ。普段は何のお仕事をしているの？お恥ずかしいですが、今は仕事してないんです。恥ずかしいだなんて、こんな美貌を持っているならそれで十分じゃない。あなたならどんな仕事をしても稼げるわ。ここだけの話、うちの社長の息子も無職なのよ。引きこもりのダメオタクなんだけどね。見た目もぷよぷよ太ってて、残念御曹司って言われてるのよ。そうですか。鈴木さん。ああ、ごめんなさい。ついどうでもいい話しちゃったわ。あはははは。そんなことより、撮影の後は予定あるかしら？仕事の相談でも。いや、この後はちょっと約束がありまして。あ、アヤナさん。え？
彩奈さん、どうだった撮影。最高だったよ、さすがね。彩奈さんの知り合いなの？はい、私の彼氏なんです。彩奈さんの彼氏なの？ええ、まあ。ふーん、彼氏もかわいそうに。彩奈さんってさっき言ってた残念な御曹司とも付き合ってるのよ。仕事中に二股宣言だなんて大胆ね。何言ってるんですか？私が二股なんかするはずないじゃないですか。だって彼がスバルくんですよ。鈴木さんがさっき散々けなしたね。え？はじめまして、鈴木さん。父からお話は伺ってます。何の冗談かしら？冗談じゃないですよ、スバルくん。すごく頑張ったんです。私も何度か会わせてもらったんで証言できますよ。最初は確かにぽっちゃりで自信なさげだったけど、アヤナのおかげで堂々と撮影に臨めるまでに生まれ変わったんです。あらそう。まさかアヤナさんがそんなに権力に興味あるなんて思わなかったわ。はい？スバルさんを変えることで社長に媚び売るつもりでしょ？もしかして社長に気に入られて次期社長にでもなるつもりかしら？必死ね。必死なのはそっちでしょ。でもニートをイケメンにしたから何？モデルにでもするつもり？いいえ、スバル君にモデルになってほしいなんて思ってませんよ。まあちょっと見た目が良くなったからってできるほど甘い仕事じゃないからね。あんなにデレデレだったのにすごい手のひら返し。この半年ジム通いだけしてたわけじゃないですよ。仕事に役立つ資格の勉強をしたり、短期契約で働いたりね。父と話し合って最低限のマナーを学んでたんです。まだまだですけど一応合格をもらって、来月からこの会社に入って父の元で働くことになりました。ね、あなたが本当に次期社長になると？そのつもりです。今自分がどう言われているのかは知っています。さっきもあなたから直接聞きましたし。うん、気にしないでください、事実ですから。これからみんなに信頼してもらえるよう努めますので、皆さん来月から新人社員としてよろしくお願いします。ということみたいです。鈴木さん、私とスバル君を出会わせてくれてありがとうございます。そうよ、私のおかげであなたは次期社長夫人になるのよ。もっと感謝してちょうだい。それとスバルさん、あなたも高峰さんと出会って変われたんだものね。それってつまり私のおかげってことだわ。そうでしょ。このことはよくよく社長にお伝えして。必要ない、全部見ていたよ。社長、なぜここに？君の様子を見に来たんだよ、鈴木君。鈴木さん、私が入社する前にも優秀な部下を散々いびってましたよね。他の社員から聞きました。僕もその話を彩奈さんから聞いたので父に伝えて調査してもらってたんです。嫌だわ、そんなの誤解よ。君のことは信頼していたから残念だよ。まさか君の部署で自主退職した社員が全員君の被害者だったなんてね。ぐぬぬ。それとさっきの醜い手のひら返し、どうやら権力狙いだったのは君のようだね。さて少し話をしようか。お許しを。こうして社長に連れて行かれた鈴木は社内調査を受けた。その結果、これまでの数々のハラスメント行為が明らかになり、編集長から降ろされることになったのだった。その後結局鈴木は会社を自主退職した。編集長じゃなくなったことが彼女のプライドを結構傷つけたようで、うちの会社にはいられなくなったようだ。同業他社に転職したが、転職先の上司がかつてのいびり被害者だった方で、居心地は最悪だろう。そもそも辞めた人たちはみんな優秀だったから、今も同じ業界で活躍している人が多いんだよね。この業界で鈴木さんの居場所ってあるのかな？大変かもね。お疲れ様です。お疲れ様。仕事は慣れた？大丈夫？うん、大変だけど今すごく楽しいんだ。彩奈さんのおかげだよ。ねえ、そういやあの時鈴木さんの前で付き合ってるって言ったのは嘘だったんだっけ？鈴木さんへのちょっとした仕返しみたいな。うん、思った以上に悔しがってくれたね。それなんですけど、やっぱり正式にお付き合いしてくれませんか？僕彩奈さんにふさわしい男になれるよう頑張りますので。ありがとう。じゃあ私もスバル君にふさわしい女になるよう超敏腕編集長になるね。ごちそうさま。そう、私は鈴木の後任で編集長を任されている。素敵な彼氏や頼れる同僚とのこれからにワクワクするのだった。